海外で1万歩歩いたらどんなものに出会えるのか。女子2人が台湾へ。屋台グルメや美容スポットなど見どころ満載。今何歩ですか？今7057。あ、結構行ったんじゃないですか？めっちゃ歩いてるやん。一生に一度は見ておきたい絶景ポイントに1万歩でたどり着くのか。まずは一番近い占いの館を目指すことに。本場台湾で驚異の占い師登場。先生ほんまにすごいんですけど。まずは占いの館へ向かう2人。占いって書いてある。歩くこと 2、3分、占いの館龍の羽に到着。20人ほどの占い師さんたちが在籍し、得意分野の戦術で占ってくれるんです。せっかくなので変わった占いを体験したい。受付の人に聞いてみたところ、続いては並み居る占い師たちの中でも人気実力ともにナンバーワン、ここの館長である龍波先生。日本人である彼女は台湾の元総統や王貞治さんをはじめ、多くの著名人、財界人から信頼を寄せられるカリスマ占い師さん。姉さん、先発待ってるんですよ。いろんな意味でね、もうやっとしですし。小原さんは気になる男性がいるらしく、その人との相性が知りたいのだとか。目つきが真剣です。これ私が作ったオリジナルなんですよ。へー、すごい。世界にここにしかないんですけど。龍波先生が得意とするタロット占い。西洋のカードに中国の液をミックスし、イラストも馴染み深いものにアレンジ。このカードで数々の未来を的中させてきたのです。もしかしてその将来結婚、この人と、ね、結婚なんていうことがありえるのかしら。彼のことを考えて聞いてください。これが大事です。あ、ドキドキ。これ兵隊だったの。これはちょっとどうなの。 あなたがついていくって形だったらありですね。そういうことですか。ね、見た感じだとさ、怖いみたいな感じがあるじゃないですか。ちょっとキャラを変えなきゃダメですね。キャラ変。変えますよ、もうそんなのも。先生のエンジンがかかってきました。驚異の占いが冴え渡る。もう一枚引いて。めっちゃ引かされるよ。この人台湾来たことあるはずですよ。仕事変えてますよね。ねえ先生ほんまにすごいんですけど。台湾来たことあるでしょ。台湾で仕事してたんです。そうだからだ、すごくない。今全部当たってねんけど、その性格すごい。離島儀相当まで恐るべしタロット占い。その男性とは来年以降に結ばれると幸せの方向に向かうとのことです。個人的に私はつやったちょっとです。さあ次の目的地は。ブラブラ1万歩歩くだけでたくさんのものに出会えた今回の旅。4人が歩いた台湾トルコの1万歩マップは番組ホームページでダウンロードできます。これをもって皆さんも旅に出てみては。